ピンポンパンポーン。皆さんおはこんばにちは。解説をするゆっくりだよ。前回の続きを始める前にちょっと茶番を。ドアノッカーことパック36を解説した時にこう思った人はいないだろうか。リタイア方針狙えば無力化できるじゃね。と。さあ果たして砲塔ぶん回しながら時速数十キロで突っ込んでくる鉄の塊に対してそんなことができるか。実際に検証してみよう。さあ本日は実験のためにゲストをお呼びしてます。最初はドアノッカーの砲手として活躍し、後に対戦車自走砲の社長を務め騎士鉄十字章を受賞した、ルートイヒ・ナイグルさんです。よろしくお願いします。おっとちょうど敵戦車が来ましたね。これは厳しいですね。初撃で外すのは自殺行為に等しいですからね。まあ仕留めたところで横からすり抜けてきますが。おっと2発目も外したものか。これは助からないですね。では私はここら辺で。ありがとうございました。とまあこのように突っ込んでくる戦車の弱点を的確に破壊するのは無理に近く。たとえ離体を破壊できても砲が生きておれば対戦車砲側がやられる。砲をやったとしても画像のように突っ込んできた戦車によってぺちゃんこにされるわけだ。まあ対戦車砲の性質上、敵戦車の装甲を貫通できない時点で役に立たないわけだが。ただその実用に頼る対戦車砲が揃ってない上、威力が大きい分重量も増えるのでそう簡単に移動できない。さあそこで目をつけられたのが歩兵である。今まで自軍陣地が蹂躙されるのを見ることしかできなかった歩兵に対戦車能力があれば敵戦車にとって脅威となる。ただまあ当初歩兵が持てる対戦車兵器は見た目以外終わってる対戦車銃と撃破が運任せの収束手榴弾であった。対戦車銃はもう少し口径が大きければ撃破といかなくとも敵戦車を行動不能にさせることはできるが、当時のドイツが使っていたものはポーランやチェコからパクってきたやつ含めて 7.92mm だったからまあ、ということで開発されたかどうかはわからないのがこちら。まあ、梱包爆薬です、はい。使う時は上についてるハンドルを持って敵戦車に向けてぶん投げよう。まあ爆薬がトッポ並みに1キロくらい詰まってるので起爆するまでに退避しないとミンチになります。ちなみに3キロバージョンもあるよ。これだと走り回る敵戦車の上に置いても振り落とされるかもしれないので、敵戦車にくっつけられるようにしたのがこちら。パンサーハンドマインである。投げて使う点は梱包爆薬などとは変わらないが敵戦車にくっつくようになっている。ただ貫通力が足りなかったり湿気が多いところやホコリが多いところにはちゃんとくっつかない欠点があったよ。そういった実戦での経験を活かして後継ができました。パンサーハンドマインさんです。パンサーハンドマインには動作形しても見つからなかったので、私はこの3は爆薬量3キロの3だと信じてます。いやでもこいつ 3.3 キロバージョンもあるんだよな。これもうわかんねえな。ちなみにこいつの実験をなぜかドイツ空軍がしてたり爆薬量が4キロになったパンサーハンドマイン4が作られたりしてるが省略するよ。装甲貫徹力は3キロバージョンで120ミリ、4キロバージョンで150ミリと威力は十分であったよ。なおこの兵器はすぐに新しいものに置き換えられた模様。吸着地雷である。なぜ名前が変わったかは謎ではあるがパンサーハンドマインさんと比べより強力となっており、モンローのイマン効果を活かして爆薬量 1.5 キロでありながら140ミリの装甲板を貫通できる威力があったよ。ちなみに動画の趣旨とかけ離れるのでモンローのイマン効果について解説しないよ。ちなみに改良型の吸着地雷は爆薬量 1.7 キロで150ミリの装甲または500ミリのコンクリートを貫通できる威力があるよ。磁石で敵戦車に吸着させる吸着地雷でどうやってコンクリートを破壊するかは謎だが、そしてこの吸着地雷は威力こそあるものの欠点が一つだけある。磁石を用いたため投げて使うことができず、画像のように歩兵が戦車に肉薄して取り付けなければならない。戦車だけならまだしも敵歩兵がいる場合地雷をくっつけに行くのは自殺行為に等しいのである。なので市街地に侵入した戦車に奇襲をかけるか、塹壕やタコ壺の上を戦車が通っていった後に飛び出して取り付けるくらいと限られた場面でしか使えない。そうなると歩兵が遠距離から使用できる高威力な対戦車兵器が欲しいところ。ちなみに吸着地雷は1942年に採用されたよ。次に紹介するのはこちら、パンサールフミンだよ。画像の通り投げて使われ、弾頭には 150mm の鋼板を貫通できる威力があったよ。弾頭の性質上装甲に対して直角で命中しないと最大威力を発揮できないため、飛行中に姿勢を保つために後部に安定翼がついてる。
ただ重量が 1.4 キロありそこまで飛距離を伸ばせないのに加え、直角に命中しないと威力が十分に得られない上、配備時期が1943年とすでに歩兵用の対戦車兵器として有用な兵器が出てきたこともあり、20万発が生産されておりながら目立った戦果は上がっていないよ。ちなみに全長を短くしたバージョンもあったりする。このまま続けて遠距離から使える対戦車兵器を紹介したいところだが、ちょっと寄り道。戦車を格座させるのに理解、砲以外にもう一つだけ狙える箇所がある。中の人をコロコロしちゃえば戦車は動かないよなぁ。そこで紹介するのがこちら。ブレンドカッパーインツファーだ。使い方としては蓋を外し、そのまま陶器下や車両に向けてぶん投げるわけだが、さすがに毒ガスを使うといろいろまずいので効果としてはあくまでも中の人を。出させるほどの効果だったらしい。ちなみに湿度が低いとうまく機能しなかったが、これは後継のブレンドカッパツバイハーでは解決されている。同じような兵器に日本で使用されたチビ弾がある。まあチビ弾の中には催涙ガスとかいう生優しいものじゃなかったが、艦は9台。遠距離から使用できる対戦車兵器の話に戻ろう。前半では投擲して使う武器を紹介したが、後半では発射できる武器を紹介していこうと思う。さて、発射できる武器というと対戦車銃や対戦車砲を真っ先に思い浮かべるが、前述の通り対戦車銃は威力不足で、対戦車砲においても歩兵が容易に扱えるものだと同じく威力不足であった。そこである技術が注目された。後継前言砲、通称ゲルリッチ砲である。ゲルリッチ砲がどういうものかというと、砲弾を極端に軽量化させ初速を増大させ、空気抵抗によって簡単に減速されないように口径を砲弾よりも狭くさせた方である。長々と口頭で説明するよりも出てる画像見た方が早くねこれ。それでは口径が小さいものから順に紹介していこう。開発されたもので一番口径が小さい、スバイコンマーハトセンチメーターシュエやパンサービュッセアイヌントヤッヒ、だ。ドイツ語よりクソだるいのでもうやりません。パンサービュッセは対戦車銃を表し、シュエヤは重いを意味する。直訳すると銃対戦車銃であるが誰がどう見ても対戦車砲である。軽量化されたものではパック36より200キロほど軽くなっており、貫徹力においてもパック36より優れている。まあわざわざ金かけて作ったんだから当たり前だよな。それでは次は後継の近いものと比べてみよう。比べる対象はスイスの 24mm 対戦車銃とフランスの 25mm 対戦車砲。口径が大きい方が対戦車銃とかこれもうわかんねえな。口径の大きさを考慮しても 2.8 センチの初速は最速であり、そのため貫徹力も 2.8 センチが最大と考えられる。え、なんで貫徹力の仕様がないって？同じ衝撃角で貫徹力を比べてる仕様がないから仕方がないね。また仕様からもわかるように口径に対して 2.8 センチの弾薬重量は随分と軽いものとなっており、そのため初速がその他の方よりも高くなっているよ。ちなみに条件によって貫徹力が 25mm より低くなることがあることは秘密だよ。この対戦車銃は威力の割に軽量であることから、空挺部隊でも使われ、また装甲車をはじめとしていろんな車両に搭載されたよ。ちなみに実戦で IS-1 の厚さ 100mm の下部装甲を撃ち抜いたらしい。次に紹介するのは 4.2 センチなんちゃら。直訳すると 4.2 センチ系対戦車砲である。ぶっちゃけこの方に関しては情報があまりないので深くは紹介しないよ。似たような口径のソ連の対戦車砲と比べ、初速が速いことくらいしか言えない。次に紹介するのは 7.5 センチパック41だよ。ぶっちゃけるとこの口径にもなるとゲルリッチ砲でなくとも貫徹力はある程度確保できるが、それはさておき。この砲は砲身が3分割されており、一番消耗が激しい先端部、つまり口径が前言する部分だけを取り替えることもできた。また、砲身そのものが完全に消耗した時は後述する通常砲身に取り替えることもあった。ここで同口径の砲と性能で比べてみよう。比べる対象は 7.5 センチパック40だよ。こうして見ると弾薬重量が軽くなっており、その分初速が速くなっているよ。ちなみにパック41の初速が2種類あるのは、高速鉄鋼弾には練習用の実戦用の2種類があるが、日本語版ウィキでは練習用の初速が 1230m/s となっているが、英語版では両方 1230m/s と意味不明なことになっているので両方載せたよ。まあどのみちパック41の方が初速が速いが、初速が速いおかげもあって貫徹力では大差をつけており、当時のソ連の重戦車である KV-1 を撃破するのに、パック40では 500m 以内でないと有効打を与えられないのに対し、パック41では1キロ以上であっても容易に撃破することができたよ。
歩兵が扱えると題しながら 2.8 センチ以外ただの対戦車砲なのは秘密。これらのゲルリッチ砲は口径の割に攻撃力を出せるものの、砲身の損傷が激しい上貴重資源であるタングステンを弾薬に用いなければならないので大規模には使われなかったよ。これ以上紹介すると時間が長くなるのでここで終わりにするよ。多分次回で完結するわず。ご視聴、ありがとうございました。